お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日もですね、はい、こちらマーケザルアカウント削除の方を進めていきたいなと思います。で、昨日ね、なんと1700人到達して、今日の先ほどアカウント開いたら、こちら、見ていただきたいセールがね来てました。で、大工の作業場アリーナパック、アリーナ6へ到達おめでとうなんですけど、まあ6到達してて昨日受け取ってないかなっていう、昨日多分出てなくて今日出てきたのかな、まあそんな感じで、多分ね、アリーナ上がるごとにセールは必ずあるんですよ、一つなんですけど、多分出てないのが何個かあるので、またね過去のも出てくるのかなとか思いつつ、まあとりあえずね引いていきたい。で、しかも昨日ね、昨日前回の、マーク作でなんかラバー、そうこれです、相手ウルトラがねいよいよ出てき始めましたというわけで、ちょっとねウルトラレア相手が持ってて僕持ってないのな、ちょっと不公平なので、とりあえずここで3枚ぐらい当てたいと思います。よいしょ、こい。さあ宝箱購入。まあちょっと強くなりすぎちゃうっていうねところもあるんですけど、まあバルーン美味しいですね。ポイズン、うわー、持ってないスープレイ嬉しい。で、僕はキョスケ、あとはここの後に光ればいいんですよね。光れ。お、待って、来た、本当に勝った。キング宝箱からウルトラ、出る。出ないでしょ。いや、ゴブリンバレルしかもいらない。待って、ここね、いや、待って、なんだろう、僕は、後半でも使えるカードがいいので、まあ、アイスイズとかエレキとか、なんだろうな。待ってよ、まあ、インドラとかランバーは強い気がしますね。インドラとかランバーは強い気がして、ちょっとスケラとかいらない。スケラいらないし、まあ、ラバーもいらないし、まあそんな感じかな。なんか、あ、メガナイトとか欲しいですね。あ、メガナイトまだ解禁されてないのか。お、待って、解禁されてないカードめっちゃあるから、ゲットできない可能性もあるんですね。まあ、そういうわけで、マザーネクロとかはマジでいらないな。さすがに出ないか、このトルタイ。マザーネクロとか出たら本当にもう論外ですね。好きだけど、この企画ではいらない。なんだ？ウッド、いや、なんとも言えないな、なんとも言えない。うん、まあ悪くはなかったかな。さあ、僕の初ウルトラレアはローリングッドでございます。しかもこの、言ったら悪いけどちょっとしょぼめなね宝箱から出てきた。さあ、で、ロリババー持ってたんですけど、まあレベル一緒なんだよな。まあどうせならやっぱウルトラレア持っときたいっていうのがねあるので、せっかく出たんでね、さあ使っていきたいと思います。というわけで、まあ今日はね2000目標ですね。2000いくとメガナイトだったり、あとまあ何枚かウルトラレア、まあメガナイトしか覚えてないんですけど、メガナイトが解禁されます。なので、メガナイト欲しい。まあいらないか、どうなんだろう。なんか巨大スケルトン持ってるからいらないっちゃいらないんですけど、なんかいろんなウルトラやっぱ集めたいっていうねところはありますね。さあ、今回相手はゴブリンバレル、バルキリーって感じかな。で、トロフィーがね、1900ぐらいいくと、ウルトラレア確定、なんかウルトラレア1枚もらえるんですよ。まあ、なので、ちょっとね、2000いきつつのウルトラレアもさらにもう1枚確定ですから。え？やばくね？めちゃくちゃでかくね？いや、その前に負けちゃったら話になんないんですけど、さすがに大丈夫だと思うんですよね。で、ウッドですね、先ほどゲットした。いやー、大活躍。まあ、タルババでもあんま変わんないんですけど、いやでも今回の相手もなんか普通にね、なかなかやりますね。これ今だって、いつもだったらキングまで折れていい相手だったんですけど、いや、レベルが高いのかな？プリンス8ってなかなか高いっすよね。僕が言えることじゃないんですけど、僕高すぎるんですけど、2レベル。まあ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 、この辺はね、スラスラ上がっていきたいですよね。まあ、これ負けないでしょう。いや、ウッドか。ウッドってどうなんだろうな。最終デッキにもよると思うんですけど、ウッドか。僕はキョスキプラスのバルーンかなと思ってるんですよね、最終ゴールがデッキのね今のところですけど。まあ、なのでランバーとか、うーん、欲しかったなーっていう。贅沢言うなってね、こうなるかもしんないんですけど、だってなんならさ、トロフィー4000とかで、あ、4000はないのか。2000手前で確定で 1枚ゲットできるようになってるんですよね、今。なんかもらえる。ですけど、まあ、それで初めてゲットする人とかも多分間違いなく多いと思うんですよね。なので、この前半から、早い段階からウルトラレアをゲットできたのは、まあ、神。いや、僕の引きね、今日、さてはやばいっすよ。
あの宝箱からウルトラ出るんで、何引いてもいいやつ出るな。今の間にこの欲しいユニットをね、集めまくりたいと思います。さあ、続いて、よろしく。2戦目ですかね。そう、ジャイアント。いや、これはね、もう、初手で、大体わかりますね。あ、勝ったなっていう。いやー、ちょっとやばいかなっていう、このね、ジャイアントレベル6です。僕のユニット9とかもいるので、なんならね、2とか3とかの格下でございます。さあ、余裕をね、買っていきまーす。トロフィー30ですね。さあ、ここで次勝てば1800かな。さあ、報酬を受け取っていきます。で、いや、もうすぐ、待って。これさ、この、今日中にさ、あ、マスケはでかい。小屋いらない。マスケ欲しいって、マスケはもう出ねえか。他欲しいやつな。まあ、ファイボとかかな。なんか安牌持っといて良さそう。スペルはね、後々強いんですよね。ほぼ確率やっぱ使う場面があるので。さあ、まあ、マスケかファイボ出たらゴールかな。なんちゃって。お願い！うわー、マジで世界一いらね。やば！待って！今日中にクラウンこれ集められるかな？さすがに無理かな？え、これはホバよりはロケの方がいい気がするけど、ロケも使わねえな。まあ。悪くはないですね。続いて。うわ、ちょっと強そうだな。なんか、さっき、相手のレベル7と7だったと思うんですよ。今回6なので、結構格下というか、雰囲気は格下なんですけど、そのユニレベは低いんですよ。低いだけど、低いし、タワーレベルも低いと、やっぱ上手い人っていうね、イメージになっちゃうので、僕みたいにこの。僕はタワーも高いし、ユニレベルも高いっていうね。課金野郎なんですけど、ただの課金中にしかね、対戦相手からしたら見えないかもしれないんですけど。よいしょ。いや、これをね、読みで決めれるようになったら、相手もね、びっくり。はい。まあ、1枚も出てなかったんで、そんなこと不可能なんですけどね。ほぼ角ぐらいで出てきますよね、スケルトン部隊。80% ぐらいですよ、使用率。いや、もうちょっといけるかな。90% ぐらい、このトロトイだと、スケルトン部隊使われるというか、まあ、スケル強いですよね。普通にこう、マルチの上位とかでも使ってる人結構いますし、さあ、これは、スケルトンプラスネクロを処理するトルネードですね。これ、今の3コスだけで、このね、タワーを降りつつのキングにもプレッシャー。いやー、グッドゲームかなー。これはプリンスが。オイラのプリンスが。いやー、もうちょっと持っていって。よし。さあ、グッドゲームでございます。本当にクララはやめないでください、皆さん。泣いてるよ。泣かせちゃった。よしよし、1800到達。かな。そしてゴールドもらう。うわ、クロスボウとか手に入れられるんだな。これっすね。メグナイトとプリンセスか。いや、両方欲しいな。両方欲しいな。ロイジャイとかも、なんなら手に入れたいな。ね。すげえな。さあさあさあ、まあそんなわけで。まあ今日はまだね、対戦相手にウルトラレア使ってる人には出くわしてない。うわ、待って、日本人の方だ。よろしく。初めてかも。ちょっと待って、初めてかも。トロフィー1800でこの企画初の名前が日本人の方とね、遭遇しました。いやー、待って、やべえ、緊張するな。うわー、やばい、いいプリンスだ。これザップとか出てこなかったら、さすがに危ねえ。さあ、蓋をしてあげて、これしかも流れはね、めちゃくちゃいいですね。この相手のプリンスに僕はスケルトン部隊を割いて、相手はそれに矢の雨を割いてるんですよ。なので、まあ、ぶっちゃけ言ったら5ワードぐらい取ってるわけなんですね、今ので。さあ、この、追加ハンター、あー、マスケか。あ、巨石のレベルが高すぎる。高すぎてワンパンからの、これハンター残れば激アツ。スケとかも出してあげると、このミニペとかね、もしプリンスとかがこの辺に出てきても、なんか時間稼ぎしてくれるよね、と。というわけで、グッドゲームでございます。さあ、非常にいいですね。これはもうしょうがないですから、ブッチさん。別にブッチさんが悪いとかではないです。本当に。僕のこのレベルが高いのが問題なんでね。はい。ぜひ、スパセルゲーム。グラロは楽しんで。さあ、あと100、
170ぐらいか、あと5000か5、6000で2000。よし、うわちょっと高いな。あれ俺今トロフィー1750とか、あれ1800いってるっけ。僕いってない気がするんですよね。相手1850って結構トロフィー高い気がするんですよ。さあクロスボウ、これ絶対あれじゃん、1800か1850でクロスボウ手に入れられるんですよ。さっき見たんですけど、だからもう、お、何これ、何これ、使ってみようって感じで、お試しで使ってるとかじゃないのかな。いやでもなかなかにいいプリンス。いやこれ入ると思う？いや入んないと思うな。あー取れないでよかったな。まあ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 、まあ、危な、入ってたかな。けどプリンスだって普通にこのレベル帯だったらわかんない、500ぐらいでも入るのかな。めちゃくちゃ痛いですからね。うん、アホみたいに削っちゃう。だって普通にマルチ可能性とかかな、タワーレベルかわかんないですけど、700とか突進だけで普通に持ってっちゃった気がする。僕の記憶が正しければ。さペッカ、今まで見なかったカードたちが結構出るようになってきますね。さなかなかおしゃれないいトルネードいきます。これペッカもトルネードも使ってさ、これ両方守るのはきついぞ。ウェイネゼーからのエリババスタンプ、これ諦めたかな。よし、いやでかいっすね。高回転隠したがりど、最低か。おい、グッドゲームでーす。さあそして、あ1800か、もうこれで僕1850で、ここでさクロスも手に入れたんですけど、あ入れれるんですけど、クロスいらないっすよね、僕使わないっすもん。なのでバルーン手に入れつつ、次勝てば運が良ければ1900いけない可能性も全然ありますが、まあ、めちゃくちゃ格上が来れば1900来れば、もうタワーレベル6よろしく。まあ、6と7がうろちょろしてるぐらいですかね。8には出会わないのと、まあ、5も見ないですね。なんで8とか5来たら結構えぐいのかなっていう風なのは思いますね。初手端前ウッドでこの削りをするっていうね、あんま珍しいでしょうね、このソロ隊だと。さすがにしっかり延命、巨大スケルトンレベル9がおっと、ウィザード5だ、もうすげえなこれ。相手なかなかレベル低いっすよねこれ、だって9と5っすよ、かわいそう。あスケルトン部隊咲いたので端前プリンスとかしてね。でもというか、いやこの巨スケが、いやさすがに届いてないからは、届いてないっすね。で今のでタワー届いてたら、まあ、やばいっすけどね。強すぎる。この、端前プリンスと端前スケルトン部隊が強すぎて、これだけでタワーが落ちてしまいそう。よく集め。ペカペカか。ペッカのレベル8って結構高いっすよね。ちょっと待ってこれ。スケルトン部隊欲しいな。これさ、巨大スケルトンのバカにウィザードぐらい来ねえかな。降ってきたら、いや降ってきたー、ぴょい。さ素晴らしい、素晴らしいトルネード。今スキアメ咲いたから単体プリンスありウィザードしかいないんで、ちょっと遅くてもいいで、ウィザードを咲いたら始まりスケルトン部隊もあり、まあバルキリーの可能性もありますかね。おネクロッティーな、魔女がワンパンされてしまった、非常にかわいそうね。骨をね、骨スケルトンを生成する前に行かれてしまったネクロ。いやーこれもうこの勢いで降りたいな正直。正直なところ時間をねかけたくないですね、できるだけ、できるだけ時短して時短して時短して。さあこれスケルトン部隊が来るぞ。ここだ、プリン、ここだ。よし、まあ見てからやったんでね。何もすごくもないし、全然、おー待って、2回目2回目2回目、本日2回目違う、多分ね知らないんすよね、そのネクロマンサーはこうプリンスを受ける捨て身カードって多分説明欄に書いてあるんでしょうね、この人には。かわいそうに。かわいそうすぎるネクロが。まあ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 。さあ、28に来た。まあ35まではね、この教授はきついか。ウィザード入れない。マスキか、ファイボー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 。そう出てくれないんですね。まあ、次がゴールドかな。さあどんどん行きましょう。これ勝てば1900で、いや2000も余裕っすね。ウルトラ出会わねえな。じゃあ結構奇跡だったのかな。1700で前回ウルトラレアラバハンド遭遇したんですけど、ちょっと強そうだな。よろしく。エリーババ、
まあ、スタンプをねちょっと使って相手をねビビらせていきます。あいつやべえって、スタンプめっちゃ連打してるって、うん、スタンプ寂しすぎるやろ、全然ねえやんけ、相手何も出してこいやんけ、これ寝てますね。よし、これグッドゲームっすよ、これ本当にでもいいトルババ、でも好きが強い、うーん好きが強い、うん、好きが強い。さあこれはまさかパタン、あー今なんだ今なんか出たっすよね、ネクロとか、またちょっと待ってプリンスやばいな、めちゃめちゃ切り刻んでいくじゃん、ユートダーチャーが飛ぶ今めっちゃびっくりした、ワンチャン飛ぶのかなと思ったら本当に飛んだこれが本当のいじめさあこれで1900突破でございます。でも結構なんか頑張ってる人いますね、いっぱいユニレベル低いのに普通にね。さあゴールド、いやこれだ、次の勝利、お次の勝利でこのウルトラレア宝箱かもらえるんですけど、これって2000行ってから開けた方がいいのかな、なんか2000行ってからの方がもしかしたらメガナイトとプリンセスが当たる可能性が少しでも上がるなら、僕はね2000行くまでちょっと我慢したいかな。これ多分めっちゃうまいっすよ、タワーレベル5っすよ、やべえ。これでうまくないわけがないっすよね。さあこれで始まりバルキリーとかかな、この稀に見るバルキリープリンスウィザードミニペザップエリババレイジデッキ、いやこれマスク残ったら熱い、いやーこれ言っても今僕トルネムットも裂いちゃったのであれっすね、ちょっと小物系が厄介。さあネクロレイジとかこのトロ体ないのかな、さすがにあったら強すぎるか、マスケも強えな、あれで結構高火力デッキっすね。さあスケで守っていくハンターミニペプリンスでしたよね、なので攻めスケルトンぐらい流したいな、プリンス来んのかな、まあ、スケルトン部隊の可能性もある、ん？ん？まあまあまあ、これちょっとトルネで引っ張っちゃって早めに処理しちゃった方がいい気がした。でスケルトン部隊で攻めて、俺のスケルトン部隊の方がレベル高いからこれスケルトン部隊対決を完全制覇、よーしやばただの暴力で草。さあそんなわけでここはクラロアパスは次か、うわ待って危ない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 、回収しようとしてた、危ねえ、いやこれ多分2000いったらメガナイトとプリンセスの、いやわかんないんだよな、その現時点でのウルトラしか手に入らないのか、それとも可能性が広がるのかちょっとわかんないので、まあわかんないからこそちょっと待ってね、もしかしてメガナイトかプリンセス手に入る可能性がね、あの増えるとやっぱ被らないのでね、かぶるのがやっぱちょっと嫌じゃないですか、ここで初手ウッド出て喜んでんのにまたウッドっていう、いやもういらんてってなるんで僕的にはね。さあスケルトン部隊に構えるまあなのでちょっとねこれあと2勝ぐらいかな、いやワンチャン相手の取るめっちゃ高いから1回でいける可能性もないこともない。さあこのスケルトン部隊によって相手がミニペとかね持ってても、もうスケをね何十体倒さないけんねんっていう、あ、ね、2000いってますもんね。あ、じゃあウルトラレア絶対持ってるはずっすよね、この人。あれ？ウルトラレアいました？なんで？なんで使わないの？ウルトラレア持ってんじゃないの君っていう。さあ、次ですね。次勝てば、ウルトラレア宝箱開けれると思います。開けれるというか、開けます。これスケーかな、スケーは僕も大好き、あの入れとけばデッキがね回りやすくなる、いやマスケも今んとこちょっと強いのでいい。さあスケとマスケが出ねえかな、スケとマスケが出ねえかな、まあ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 、まあ、悪くない。さあ2000でなんならアリーナ曲がるので課金もできちゃう、よろしくルッチ、いやわかんない、うーんし、どう来る？君は一体どう来る？ウッドで削ってきます。
このウッドですらうまいのかな、もしかしたらこのトロダイって。わかんねえ。わかんないわかんないわかんない。さ、キョスケ。おっと、まさかサービスか、これは。あれ？これは、さては、お眠りさんですね。まあまあまあ、そういうこともありますよね。さあ、というわけで、俺に出してくるんかい。なんやねん。なんやねん。いやー、間に合え。いや、これ読んでいい気がするけど、いや、うわー、読んでよかったー。ちょっとねー、読みで打つのはちょっと怖いですよね、若干。これでも爆破に三角を自分から突っ込みますよ。よし。これ、あれっす。真ん中巨大スケルトンプラス、スケルトン部隊で、グッドゲームです。バルキリーがいない限りは、金が折れます。他のカード何がいても金が折れます。トゥトゥン！これ全部キョスケがね、タワーの竹取ってるので、このスケルトン部隊これ一生減らないんですよ。これやばい。これやばいやばいやばい。右から掘ってくれればよかったね。さあ、まあ、スケルトンがめちゃくちゃ強いよねっていう、これ爆破で終わり。さあ、これはね、地獄の、あ、キョスケの爆破が、あ、バルーンの爆破が、あ、負けたってやつですね。よし、さあ、まあ、そんなわけで、2000到達、パチ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 、アリーナ曲がるので、セールがとりあえず降ってくんのかな。うわ、これだ。アンロックされるカード。いや、あっつ。ちょっと待って。セールを？え、待って。ウルトラリア。え、待って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 。ウルトラ、こんなゲットできる？ウルトラ、こんなゲットできる？まあ、一旦こっちから開けちゃいますか。で、僕今ゲットできるの可能性考えますか。メガナイト、プリンセス、インドラ、ウッド、マジアチャ、ダクネ、ディガー、ラバー、俺ってことは、結構手に入れられますね。何枚だ ?8 枚か。8枚ウルトラレアが8種類あるんです。今ゲットできるのが。よし。ウッド以外。マジで。ウッド以外なので、もう結構高確率。8分の7で当たり、まあ、ぶっちゃけ当たり。欲しいのは、プリンちゃんかな。あー、メガナイト、まあ悪くはない。悪くはない。悪くない。いや、全然いい。なんなら当たり？このデッキにはなかなか入れがたいですけど。まあまあまあ、もう一個ね。はい、こちら。ロイヤルインのバリューパック。いきます！ポチッとなー。さあ、本日なんと3枚目のね、ウルトラレアでございます。いや、マジアチ欲しいな。犬来て！俺は犬返してくれ、マジアチ！まあ、ダクネー。惜しいね。いつも惜しいね。プリンセス欲しいなと思ったら横のメガナイトで、ダクネーか、マジアチの横のダクネが当たるっていう。まあまあまあ。俺が強くなったのに間違いはないですね。いやーちょっとね、パターン2個目は作りますか。コピーして、ペーストしつつ、こっちに今回ゲットしたウルトラレアぶっぱデッキね。ハンター欲しいけどなぁ。やば。巨大スケルトンいらねえのかな。でもレベル9だよ。いや、いらねえなぁ。あ、できた。できてしもうたなぁ。え、こんなんすね。僕ウルトラ3枚持ってて。あ、できた。やば、これ。アスキューのレベルが上げれる。これやばいっすよね、見た目。見た目がえぐい。見た目マジで最強すぎるんだけど。よし、並び順も綺麗にして。さあ、次は、次の目標大事。あ、2300だ。出た。出た、ランバーとアイスイーズ。しかも僕、フリーズ大好きなんですよ。フローズンピーク大好きなんですよね。いや、2300か。ちょっとね。ちょっとだけ上げとこうかな。ちょっとだけ上げときましょう。使いたいですね。今ゲットしたばっかなので。ウルトラ、まさか一気に3枚。3枚もゲットできるとは思わなかったな。運が良すぎるっすね。多分これ結構運がいいんじゃないのかな。普通なのかな、これはもう。普通なわけないか。でも、こう、冷静に考えると、僕の対戦相手も、ウルトラレア持ってるっていうね。まあ、1枚確定だと思うんですよ。もらえるので。あとは軽く課金をしとけば、まあ、2枚3枚とか全然あるよねっていう。いや、メガナイトやば。暴れすぎじゃね。スケルトン部隊だけですね。僕が警戒するのは。いや、メガナイトやべえなー、これ。こんなん来たら、やめたくなるっすよね。え？何そのカードみたいな。いや、めっちゃジャンプしてくるし、めっちゃ強えじゃん、みたいな。いや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 、みたいな。ね、やば。スケ湧いてんな、なんか。気持ち悪いぐらいうちゃうちゃしてた。さあ、いや、メガナイト。
頼りになるんですね。こんな頼りになるっていうぐらい頑張ってくれる。それよろしく。いや待って、タワーレベル8にできそうだな、もうちょっとで。あ、アーチャー6ってウッドで死ぬのかな。やってみます。5はねお亡くなりになったっすね。6もお亡くなりになります。アーチャーさよなら。アーチャーウッドで消える世界ってやばいな。ね、ありえないっすよね。とりあえず受けて、これ許容して僕あのカウンターします。スケルトン部隊でもいいんですけど、いやてかマスケが強すぎて全然守れた。あ待って、いやこれ間に合わないか。うわ、ダクネからのメガナイトでよかったな。いやこれ、まあ、マスケだけ行かれる。ガゴムレ系はやめて。さあメガナイトプリンス、いやこれやば。メガナイトプリンス普通に俺がもしやってても止められない可能性ありそうだな。よし、ぶっちゃけて、グッドゲームですね。オッケー、ナイス。いやなんか今までこうサンクラ余裕だったんですけど、もっと余裕になっちゃったっすね、ウルトラレアによって。てかダクネまだ出してないっすね、使ってねえな。いや待って、でかい、15枚。マスケお願い、ファイボーあるから。いやこれマスケ出たら結構熱い、半分ぐらいゲットできてる、レベル10までの。いやお願い、マジこれめっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、お願いマジで。あーお前さっきから出すやねんって、ホバリング。まあまあまあ、親衛隊ゲット巨スケ欲しいな。盾の戦士とか、まあ持ってないカードも欲しいんですけど、今の間に持ってるカードを1点狙い。渋いっすね。これロイかな。ロイはね、今からでも集めてカンストまで導けそう。さあビースト戦士よろしく。うん、ダクネですね。さ、初めてダクネを使います。さっきかな、ちょっと前とかも出番なかった。いや待って、ダクネ使いたいんですけど、マスケが強すぎて、てかマスケでいいってなっちゃうんですよね。もうでからのこのウッドね。いやこれマスケが強すぎてやばい。いやこれダクネからの8枚目がいけるかな。いやこれメガからの普通にダクネつければいいか。よし皆さん来ました、最強カードダークネクロ。だってコウモリ9レベこれ相手やばくないですか。コウモリ9が突破できないって書いて処理できないですよねこれ。これやば、ちょっと待ってマジでやばい。これしかもやば、いややばいな、ちょっと待ってやばいっすよ、やばいしか言えない、これやばいな。いらなかったまだるな、ちょっと強くなりすぎてしまった。さあここで2100見事到達。まあ見事でもなんでもないんですけどね。よし、さあ次の報酬はまあ豚ちゃんね。いやなんかもう楽に勝てすぎるので、もう無限にできますね。だってもう僕これ多分あれっすよ、オーブンのこのファイスピで僕のダクネものコウモリもしかしたら消えない説ないかな。いやさすがにないかな。いやでも4つっすよ、4つあればコウモリ耐えれないかな。いやファイスピはさすがに無理か。いやタワー強。タワー強。いやこれでわかる。いやさすがにいかれちゃうっすね。でここは攻めトルネードとかして突破して、マスケベ来たら打ったぐらいかな。よし、あー強すぎた。いやこれもうとどめ刺しに行きたいっすね。相手このプリンスのね陸受け超大事な宝石使っちゃいました。いやこれメガネって飛ぶのかな。いや飛んじゃうんすよね。そうなんですよ、あの相手のタワー的にね、タワーのレベル低いんで。さあどん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 上がっちゃいます。非常に事件っすよこれ。こんなにスラスラ上がって最後の最後に4200とか4000とかで、なんなら3000何歩でピロッて負けちゃったらどうしてくれんねんっていう。本当にこれまでの何だったんやってなっちゃうっすよね。これ負けて終わりやべえな。余裕すぎるからこそちょっと怖くなってきますね、この後々が。うん、さあうちの最強ダークネクロくんです。そして、プリンスおじさんをつけてメガナイトばあちゃんをこの前に出してあげると、もう確定演出。グッドゲーム確定演出っすねこれ。さあこれで次勝てば、あ待って
ああ、まだか。あと1個でクララパスかな。次が多分72でございます。アリアン、よろしく。で、ダクネ出して、いや、やべえ、2枚でいい。俺、2枚でいいっすわ、このトロタイ。他のカードいらねえな。他のカード出さない縛りぐらいでも勝てそうですけどね。うん。メガネットダクネ。メガネットダクネ、やばくない？だって、やばいっすよ。何でも突破できちゃうっすもん。しかも、遠距離マスケット。一応ウッドだけ構えて真ん中スケラ見して相手バルキリー裂いてるのでスケルトン増してあげてね。ああ裂いてたはずなのに、いやそんなことあるそんなことありますか。さあ宝箱を開けていきます。次回かな、次回35までワンチャンいけるかいけないか。ホバリングいらない、さよなら、マスクナイズ、ファイブ欲しいな。でもノーマルでもいい気もするけどな。レアの方が詰めにくいんだっけ。まあ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 。さあ次が、三重子絶対いらないな。ファイブで終わっちゃう。次でさ、22ですね。まあ本日ラストと、行きましょうか。こちら。ウェチチチチチチさんよろしく。いや、しかも、キングレベル8。まあでも僕のこのメガナイトダクネには勝てないでしょって思うんですけど、ちょっとね、僕、ケツメガナイトとかして逆サイブッパされて本当に金がおられるとか、ちょっと気をつけたいし、見て相手のレベル、ちょっと高いんですよ。なので、今回は結構集中していきます。うん。いや、あれ踏みてえけど、そんなコストねえかな。いや、マスケ生きてくれると熱いけど。いや、生きてくれた。はい、ヒギワンパンカウンターでございます。これね、他のトルタイでも大事なんですけど、少々ダメージを受けてもいいので、こんな感じで、ね、カウンターをする。カウンターをするようにユニットを残すように、するんですね。そしたら、まあ、言っちゃえば、相手にタワーダメージ1000上げたけど、ユニットをダクネもマスケも全部残ったみたいな。まあ、そんな感じです、ね。よし、さあ、ネクロレベル9か。大したことないですね。12ぐらい来ないと。もうちょっと僕とはいい戦いができないのかなと思います。まあそんなわけでね、いや完璧すぎる。ウルト3枚もう流れがいいですね。あとはもっともっと絞っていきたいぐらいかな。よし、というわけで今日は最後にスタンプを受け取って終わります。そんなわけで、良ければねチャンネル登録や高評価やねコメントもよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またねー。